こんばんは、辰則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは湯豆腐ですね。湯豆腐、木綿2丁分、うどん、ウインナー、焼きウインナー、白菜、今日はね、これにピーナッツ食べます。ここ2日ほど朝起きたら低血糖発作起きてるんですよ。だから多分年とともに54キロはさすがに辛いんでしょうね。55キロ台でないと低血糖発作が起きそうです。だから今日からピーナッツ食べます。はい、体重 55.4、 体脂肪率 12.7、 体重 55.4、 体脂肪率 12.7、 基礎代謝 1302、内臓脂肪レベル4、筋肉量 45.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.4、 体脂肪率 12.7、 内臓脂肪レベル4です。サムネイルは湯豆腐、主食はうどん、焼きウインナー、白菜、芯の柔らかいところなんでサラダで食べます。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございます。